サンティアゴ島の教会。地元の教会の非公式な世論調査によれば、カーアボベルデの人口の93%以上は、名義上、カトリック教会である。プロテスタント最大の宗派は、ナザレン教会である。その他には、セブンス・デー・アドベンチスト教会、末日聖徒イエス・キリスト教会、アッセンブリーズ・オブ・ゴッド、神の王国の普遍教会、様々なペンテコステ派と、 クイーン主義の集団などが挙げられる。小規模なバハーイー教の共同体と小規模だが成長しつつあるイスラム教の共同体が存在する。無信論者は人口の1%以下だと推計されている。宗教の違いと民族的もしくは政治的友好関係による提携は存在しないが、カトリックのヒエラルキーは1991年から2001年まで、 国家を統治しした民主運動党に共鳴している。一方で多くのカトリック教徒はかつて2001年に与党となる前にカーボベルデ独立アフリカ党に対して反感を持っており一部は MPD 党との争いと後のパフォーマンスへの不満のためペイクフの支持者となった外国の選挙団がカーボベルデで行動しておりエホバの承認がその例である憲法は 宗教の自由を認めており、政府は外してこの権利の実践を尊重している。アメリカ合衆国政府には、宗教的信仰や実践に基づいた社会的な悪兵や差別の報告は報告されていない。ありがとうございます。